こんにちは。速化地区の久保でございます。今回ね、ご質問いただきました。あの、ビジネスとあんまり関係ないんですけども、こんな質問です。えー、ガチで戦争すると日本は何番目ぐらいの強さですか経済は世界第3位ですが、戦力は10位以内に入っていますかってことでございます。えー、当然ですけども、現在、自衛隊っていうものが日本の国防に当たってますけども、自衛隊員の方、戦争の経験は特にありませんので、 単純に比較すすることはでできないんですよただ訓練の結果ですとかね、えー、装備されている、まあ、武装ですねこういったものを考えるとナンバーファイブには入ってるんじゃないかなっていうふうに分析される専門家の方が多いのは事実です。うん、まあねやっぱりね日本ってのはね海軍王国ですからあのもうね軍艦は作りませんみたいな 約束はしているんですけども、それでもね、日本で作られた海軍の軍艦とか潜水艦っていうのは、やっぱりね、相当な信頼とパフォーマンスを持ってますね。それからアメリカの技術提供とかも受けてますんで、アメリカのお下がりのね、戦闘機とかも結構持ってますんで、それは高いレベルで戦えるんじゃないかなと思うんですよ。ただね、肝心なのはね、あのー、やっぱり実際の戦争になって、 あの軍隊が強ければじゃあ戦争に勝てるかっつったら別にそんなことはないんですよこれ勘違いされてる方が多いと思いますけどもあのじゃあ戦争状態になってね戦うまあ軍人ですよね軍隊こういったものを支えるのは結局は国民なんですよだから後方支援として国民が士気が高くてねよし戦闘で勝ってこいみたいな気持ちが高まれば軍人さんも 誇りと義務感を持って戦いに行けるんですけどもでもねせっかく命を懸けて戦場に行ってる軍人さんが自分が守ってる国民に反対されていたとしたらどうですかね戦争に行って人を殺してんじゃねいみたいなねお前ら軍人何やってんだみたいなこと言われたらさすがにね士気が落ちますよ軍人さんだって家族がいてねで奥さんがいたり子供がいたりするわけですよ、まあ、いろんなね葛藤の中で 例えば上空から無抵抗な市民とか基地に対してミサイルを撃ったりとか向こうから砲弾が飛んできて飛び立ったら今日は帰れないかもしれないみたいな緊張状態になるわけですよだから最も戦場に行きたくないのは軍事さんですよで戦場に行かないことが分かっているあの一般の人っていうのは、うん、やっぱそういうところに、まあ、鈍感ですよねどっちかって言ったらねあのなんかねこれね女性蔑視じゃないんだけども私ねすごくね 嫌な討論だなと思っていたのがある女性のパネラーさんがね血のコストっていう言葉を借りてですね日本は戦場に行ってどんどん、うん、戦うことによって血のコストを払わされてるんですよみたいなことまあ言ってみれば全体を通して言ったらね日本人は戦場に行って戦う勇気がないけどももっともっとね、あのー、戦場に行って実際に血を流すてコストを払ったらどうなんだみたいなことを言ってたんですよ女性のそのパネラーさんがね。 それを聞いて思ったのはあのこれ女性別でも何でもなくて実際に女の人は戦場に行かないからひどいこと言うなってその時はねその人に対して思ったんですよ。まあ、女性のみんながそんなこと思ってるわけじゃなくて女性こそ戦争はやめてよ軍人さんとはねもう一緒にいたくないわみたいな人もいますんでねあのそこはねあの今回強調することこではないんですけども、えー、何かっていうと軍を支えているのは結局は国民なんですよってことなんですよ。現在 ロシアがウクライナに侵攻してますけどもじゃあロシアに住んでるね国民がいろんな意味で戦争をやめてくれっていうふうに思っているんじゃないかなというふうに私は想像します。もちろん情報の統制がされていてロシア国内に住んでる人が全く別のね昔でいう鬼畜米みたいなポジションを持っていたら別ですけども少なくとも海外に住んでいるロシアの方は自分の母国がね戦争を他国に対して起こしているってことに対して。 もううやめててほしいなって気持持ちは多く持ってると思うんですよあとは今回世界中から制裁を受けてロシア国内ではものすすごく不自由が起きてますマスターカードっていうクレジットカードが使えなくなったり銀行の取引が停止していたりとかそれからあの FX の取引がロシアはルーブルですかルーブルができなかったりとかね、まあ、そうなるとねもう国民生活めちゃくちゃですよ。 でもそのめちゃくちゃな国民生活に国民が耐えて、それでも戦いに行けっていう国民が軍隊を支えるなら戦争は続きます。それがだからね、ここで言う、あの、軍隊の強さってところのバックボーンなんですよ。だから国民がね、軍隊を支持すれば、自分たちは貧しくてもいいから、もうお金なんていらないから、暮らしが苦しくても、配給になっても、食うや食わずでもいいから戦争に行けっていうふうなね、あの、大東亜戦争時の日本みたいな式だったら、本当最後の一平卒まで、 1> 1億玉砕でやるみたいいなな感じになっちゃいますけどもでも今の時代どうですかねせっかく商売が順調になっていった自分の家族とものすごく幸せに暮らしていたそういったものを全部金繰り捨ててウクライナに戦争仕掛けて国際社会からつまはじきになってもいいから戦い戦いっていうふうに国民が思うかなってことなんですよ。多分ロシアはそろそろ限界に来てですねあの国内でも、まあ、デモがもっと過激化されてきたりとか。 それからもう軍人さんがねこんなんやってらんねえよとこれ勝ったにしても世界中からもうソース感じゃねえかよみたいなね、うん、ことになっていくってことを容易に想像できますからで勝ったにしてもいいことはないし負けたにしたらもう最悪だしみたいなねそれこそロシアって国は他国に併合されるんじゃないかなみたいなところまで考えると思うともうもしかしたらね今回の件はプーチンが 独走しただけですと。ほとんどのロシア国民、軍隊はこんなこと考えてないんですと。騙されましたみたいな感じでもしかしたらね、プーチンさんの見印をもとに降伏するかもしれないんですよ。ね。だからもしかしたらこれを機会にロシアも独裁政治からね、転換してもうロシアも資本主義になって何なら NATO に入ろうよみたいなね。<laughs> これ面白くないですかロシアが、まあ、ウクライナのことを発端にしてね。うん、じゃあ あのウクライナさ NATO に入ってもいいから EU に参加してもいいからロシアも EU に参加できませんかねみたいなねちょっと口利きお願いしますみたいなねことになっちゃったりしてみたいなこれあながちにね笑える話じゃなくて EU っていう経済圏とロシアっていう経済圏が手を結んだらあのアメリカなんていうのは中国なんてをしなぐ第三勢力になるんですよだって資源豊かで経済的発展はあってそれから EU とかねあのヨーロッパ 経済圏とと合致すするることにによよってて世界にも発信力が出てくるわけですよだからね最良の選択はロシアがあの EU と統合して使う通貨をルーブルから EU に、ね、統一することなんですよそしたらドルをもしのぐ経済圏ができてドルユーロそして EU のユーロねそして、えー、中国の人民元もしくは円みたいな3項対立4項対立に落ち着くんじゃないかなと思いますよね。 ちょっと話がね大きくなっちゃいましたけどもガチで戦争すると日本はどのぐらい強いのかなっていうところこれはね国民がどのくらいその軍隊を支えていくかっていうところにかなり大きな比重が置かれてますので軍隊の数とか軍隊の強さで単純比較はできないっていう結論になりますね。はい、ということなんで一体何位なんだろうかっていうのは国民の士気によるということでございました。以上です